こんにちは。僕は自分の住んでる建物のすぐ裏のアパートに事務所があるんですけど、そこの前によく宅配ボックスの箱置いてあるんですよ。してそこに、宅配ボックス中に、配達してもらう荷物入れてもらったりしてるんですけど、で事務所に行った時にドアの真ん前に置いてるんで、こうずらすじゃないですか、ドア開けるのに。それでずらすといつもダンゴムシがいたんですね、そのドアと宅配ボックスの隙間のとこに1匹で、いつもいるから、なんかなんでいつもここにいるんだろうと思って、で僕ずらすとやべ見つかったみたいな感じで歩いてどっか行っちゃうんですけど、いつもいるんですよ。なんかそこが居心地いいのか、それで僕勝手にダンゴムシのダン吉くんって名前つけて、心の中で今日もダン吉いるとか思って見てたんですけど、この前ですね、ダン吉くんですね、お亡くなりになっててですね、なんでしょう、暑さにやられたのか、なんかカラカラになって倒れてました。ちょっと悲しかったですね、ダン吉。名前つけて、若干、かわいいなと思ってたんですけど、ダンゴムシとか虫嫌いな人だったら何言ってんだこの人っていう感じかもしれないです。僕も捕まえることはできないですけどね。僕北海道行った時に、ちっちゃい時ですけど、わらじ虫がすっごい出て家に。いつもいたんで、わらじ虫、部屋の中にも。僕朝起きたら布団のここのヘリのとこに、わらじ虫こうやって歩いててびっくりしたことあるんですけど、わらじ虫最近見ないというか、こっちあんまりいないですよね。ダンゴムシの方がよく見るんですけど。で、まあそんな話はですね、さておいてですね。今日は古いドラムマガジン見てて、スティーブ・スミスのフィルがちょっと載ってたんですけど、ファイブストロークロール使ったフィルで、こういう形、タカタカタン、タンタン、タカタカタン、タンタン、タンタントンっていう3拍フレーズの、こういうフィルが紹介されてまして、僕それ見た時にですね、あって思ったんですよ。それ何あって思ったかっていうと、この後、右左の後に、僕結構癖で右手大きめになりがちなんですね。これ多分僕の癖だと思うんですけど、そのスティーブ・スミスの譜面見た時に、あ、その後一応ちっちゃい音鳴ったんですよ。そしてその後、ターンターン。右左の後の音を、の右手を大きく叩くとこうなるんですね。じゃなくて、スティーブ・スミスの譜面は、こうなったんですね。それで僕で、なるほどなと思って、なるほどなっていうか、こういうね、アクセントの付け具合一個少し変えるだけで、結構変わるもんなんだよなと思ってですね、やっぱりそういうとこも少し気をつけてっていうか、本当一番いいのは自然に出るのが一番いいと思うんですけど、ちょっとね、僕ね、勉強になりました。だから、タカタカタンタンタンっていうリズムの中で言うと、例えばもう一個ありますよね。タカタカタンタン。一番最後だけは OK 音。こういうのもありだと思うんですけど、あとこう、少しずつ大きくする。だんだんこう、クレッシェンド気味に、行ったりとか、あと、一番頭の右手のダブル、大きくしたり。これも、一番最初のダブルにアクセント、右手のダブルアクセントを入れた後の、その後の、アクセントの入れ方でもまた種類が増えてくると思うんですけど、そういう感じでですね、ファイブストロークロール一つとっても、そして同じリズムで叩くにしても、やっぱりアクセントの入れ方とか、で、全然違うフィルになるし、やっぱ応用も変わってくると思うんですね。なんかね、ああいうのね、なんか見ると、なかなかね、
ドラムっちゅうのも大変だなと、まあ大変っていうかいろいろあるなと思いました。で、まあ適性は適性で、まあ個性っちゃ個性なんですけど、やっぱりね、スティーブ・スミスはね、練習熱心で有名だったんで、なんかね、僕昔からちょっと気になるんですよ、すごく。うん。で、スティーブ・スミス、ジャーニーの時は結構シンプルなドラム叩いてましたけど、あの人結構テクニシャンですから、結構というかめちゃめちゃテクニシャンで練習熱心だったんで、すごい好きなんですね。それでドラマガジンの古いのを見てて、ちょっと目がいったんですけど、そしたらこのアクセントの入れ方で、ニュアンスを変えるっていうことを僕気がつきまして、その一個の譜面から、ちょっといろいろと、ね、なんかファイブストロークロールの応用やりますよとかって。はい、できましたねって言って終わらないで、やっぱりさらにこう、なんていうのかな、深める。アクセントここちょっと変えるだけでニュアンスも変わりますよみたいなね、そういうのがやっぱりね大事かなと思いました。でそんなことをですね考えてるとですね、もうやることいっぱいで大変ですね、まあ、でも楽しいから頑張ります。ちょっとまとめますね。ですね、まずこのリズム、これ今こうちょっとずつ大きくするパターン。ほんで、僕が見たスティーブ・スミスの、やつは最後の2個左右でアクセント、今ちょっと甘かったですけど、それとあと一番最後だけ、あ、間違った、あと全部でかいシングルのところ、それとあとはまあダブルの頭、ちょっとアクセント。これやっぱり叩く場所も変わってくるんですね。アクセントの部分をタムにしがちだと思うんですけど、これだとこうなりますし、全部アクセントにするとこうなりますし、テルルルタターンだとこういったりとか、やっぱフレーズも変わってきますから、すごくこういうのが大事かなと思いますね。はい、というわけでありがとうございました。